様、おはようございます。ペコでございます。本日は約3ヶ月半ぶりの東京ディズニーランドの方に向かっております。もうすぐ着くよ。久しぶりのランド、びしょ濡れ夏だぜ、びしょ濡れイエーイイベントが始まっての初めての、ディズニーランドへの一泊でございます。とても楽しみにしております。あとバケーションジャンボリーが始まってからも初めてのインパークなので、そこら辺を楽しんでいきたいのと、もう7月31日まででしたっけ、とりあえず7月末でスペースマウンテンも終わってしまいますので、スペースマウンテンには絶対乗りたいという意気込みで向かっておりますが、もうすぐ朝の10時でございます。スペースマウンテンのプライオリティパスはまだ残っているのでしょうか。どうやらでも夏、本格的に夏が始まりまして暑くなったので、昨年同様東京ディズニーリゾートは閑散期のような、結構空いてるパークになっているので、大和さん曰く残ってるんじゃないかなということでね、今日はそんな感じで楽しんでいきたいと思います。あなたはホーンテッドマンションとスペースマウンテンに乗るのが今日の目的？そうだね、ちょっとご飯何食べようか決めてないんですが、空いてたらかき氷も食べたいなと思ってます。あとハーモニクロスティー飲まなきゃ、飲みたいね。うん、飲みたい。はい、てな感じで、多分もう8時45分ディズニーランドは開園してるので、まあ、もう1時間以上経っておりますので、スムーズに入園できるかなと思います。では行ってまいります。はい、荷物検査終わりまして、これからインします。さすがにもうこの時間、今ちょうど10時くらいなんですけれども、この時間は荷物検査の列も全くなかったし、ここから見る限りチケットを認証するところも列は全くないです。久しぶり、この音楽に包まれながらこのディズニーランドの光景、超久しぶりでテンション爆上がりって感じなんですけれども、朝10時ですでに刺すように日差しが降り注いでます。そしてもう10時なのにめちゃくちゃ暑い。これはすごい戦いが1日待ってそうなんですが、暑さに負けずに楽しんでいきたいと思います。中も画面も真っ白っていうぐらい日差しが降り注いでるわ。じゃあ行ってきます。久しぶりのミッキー花壇、なんか目と目の間がお花が多い気がするんですけれども、久しぶりに見れました。エントランスもグリーティングが合ってないし、かなり空いてますね。それではお友達が、ファンタジーランドのガストンで待ってるので、私たちも早速まずは珍しく右から回ってガストン方面に向かいたいと思います。なんかミッキー花壇のお顔がいつもと違うくない？これから綺麗、これからね。よし、あ、風が吹いてくれるとだいぶ違うね。大和さんが教えてくれたんですが、ワールドバザールに木が植えてあります。ちょっと遠くて分かりづらいかもだけど、両サイドに等間隔で木が登場しました。ワールドバザールもやっぱりこの時間はもちろんだけど空いてますね。日陰、今パレードルートを通ってきたら10時、もうこんな早い時間に1回目のベイマックスのパレードあるんですね。5分前ですっていうアナウンスがあったけど、最前列はガラガラでした。これはパレード待ちはしなくても全然楽しめそうでございます。そしてトゥモローランドに入ってきたので、目の前にドドーンとスペースマウンテンが広がっております。チャーラースペースマウンテン、そしてこっちはこちらも終了が発表されているアストロブラスター。アストロブラスター55分待ち。はい、風船さん、バイバイ。スペースマウンテンはね、駐車場出るときに見たら
130分待ちでございましたよ。でもプライオリティパスをすでに取りましたので夜乗ります。今は100分待ちです。そうそうそう、そういえばすっかり忘れててまだ1回もやってないんですが、スペースマウンテンの記念撮影もできるんだよね。今はそんなに並んでない。撮りたいね、これ。これは必ず終わるまでに撮りたいと思います。ガストン到着。それでは並びます。あやばい、涼しい、めっちゃ涼しい。あ最高。いや、レストラン涼しくて最高。汗がやばい、ね、まあ、私も背中すごい汗もう流れてるのが分かる。新エリア、新エリアってまだ呼んでいいのか分かんないけど、美女と野獣の方通ってきたけど空いてるね。70分待ちとかだったね。空いてる、うん、空いてました。トゥモローランドの方が混んでました。やっぱりね、スペースマウンテンはね。うん。アストロブラスターもすごかったね。55分待ち。うん。よし。じゃあ、ビール買います？買いましょう。はい、ビール買ってきました。ビール、おおおお。ビールと、大和さんが頼んだオニオンハッシュポテトです。私はね、意外とまあまあ、あ、もうそんなに並んでないか。ちょっと並ぶのがめんどくさいので、ビール2つ買いました。珍しく大和さんも買ってます。なぜならあそこにお友達たちがいるので、みんなで乾杯したいと思います。のがさん、はい、乾杯。あ、始まった。外でも日陰なだけだいぶマシだね。最後いつだろう。最後でもパークここ40周年。テク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 。で2杯ほどかっくらいまして、今アドベンチャーランドの方に向かっております。暑い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 、たんまげた。あ、今ねクイーンオブハートのバンケットホールの前あたりにいるんですけど、グランドメニューが一新された、一新かわかんないけどグランドメニューが新しくなったバンケットホールも、まあお昼の時間にはちょっと早いからそんなに混んではないですね。It's a small world は10分待ち、プーさんのハニーハントは45分待ちでした。まあでも今日はお子様連れの方が多いイメージなので、ファンタジーランドは混んでるんじゃないかと思われます。あいつ、ちょっと歩いただけで息切れしちゃう。暑いね。それでアドベンチャー、暑いしか言えなくなっちゃう。アドベンチャーランドの方に向かいます。見た目はすごい黒い人、黒い人。ちなみにジグロです。ちなみにジグロです。ジグロ元々すごい。出会った時から黒かった。出会った時から黒。やばい、何それ、歌にできそう。できそうでしょ。そうね、あなたは出会った時からずっとジグロだった。今もジグロ、出会った時からずっとジグロ。ウエスタンランドに差し掛かりましたら、一気にゲストの方が少なくなった印象です。めちゃくちゃ歩きやすいです。ただホーンテッドマンション40分待ちだって。いやでもみんな暑いからさ、アトラクション屋内並べるところ並びたくなるよね。あーでも40分以上待つんだったら日傘は必須ですね。屋外で並んでる人たちはみんな日傘してる。でも一気にファンタジーランドよりも人が少なくなった感じがします。じゃ
ゃあ、お見送りに来ました。ありがとうございます。キックサンダー行ってらっしゃい。ちなみにビッグサンダーマウンテンはあれ何分待ちとか出てないんだけど、ビッグサンダーマウンテンスタンバイ止まってる。あれビッグサンダーマウンテン室長違うね、何分待ちって出てないけど、さっきねこんぐらいで20ぐらいだ、20ないぐらい。なんで何分待ちって出てないんだろう。いってらっしゃい。久しぶりにウエスタンウェアの中を覗いてみたいと思います。え、なんかめちゃめちゃ可愛いアロハシャツがある。いろんな種類、あ、これダンボ、ダンボちょっと分かりづらい。なんかめっちゃ可愛いアロハシャツがいろいろ置いてあります。Tシャツも可愛いのが置いてある。向こうにあったアロハシャツもめっちゃ可愛かった。夏っぽいアイテムもあります。一番夏っぽい人。この T シャツもかわいい。この部分部分がサガラ刺繍になってます。かわいい。1000円ぐらい、うん、正確には5940円ね。税込みで白と、この色もかっこいいじゃん。ちょっと汗染み目立ちそうだけど、こんな感じで T シャツかわいいの置いてまーす。あ、B さんもあるよ。B さんも置いてあります。あ、この T シャツもかわいい。 T シャツ、おこの T シャツもかわいい。グーフィー好きの方いかがでしょうか。じゃあ、ウエスタンリバー鉄道が通ってる。せっかくウエスタンランドに来ましたので、こちらカウボーイクックハウスでしばらく休憩したいと思います。待ち列は5組待ちぐらいです。空いてます、日曜日なのに。じゃーん、帰ってきました、アルミカップ。結構冬の時期に、冬は絶対冷たいから一旦アルミカップがなくなって夏戻ってくると思いますって何度か言ってたんです。これ本当なんです。名探偵小座郎、名探偵小五郎出ちゃったって感じで、夏になって帰ってきました、アルミカップ。それでは久しぶりにアルミカップでいただきたいと思いまちゅー。乾杯。ねえ、韓国人、韓国人主播。もう冷たさが違う、さっき飲んだのと。美味しい。アルミカップ。美味しい。でもぬるくなるのも早いから、これは時間との勝負、美味しくなるんかい。お疲れ。超すいてる。ね、久しぶりにアルミカップ飲んだけどめっちゃうまい。飲んだ今年。飲んだよ。あ、飲んだ、うん、一口飲む、うん、ほら、ちゃんとしてる人、ちゃんとしてない。また3口目行ったか。腹減った、ターキーレクターでよかった。テク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 。カントリーベアシアターに来ました。いやー、待ちに待った、チャララーン、バケーションジャンボリー。ポスターもあるよ。じゃん、バケーションジャンボリー、めっちゃ楽しみ。中に入りましょう。あ、中のこのさ、中のこのストライプ
久しぶり。じゃあ、これも久しぶり。ビッグ R の持ち物あるんだよね。わあ、そこに飾ってあるのかわいいじゃん。みんなのバケーションの持ち物が置いてあります。これビッグ R じゃない？あ、書いてある書いてある、ビッグ R。 うれぴよー、やっと見れるジャンベーション。ジャンボリー、おーい、ルーファー、ぼちぼち始めるぜ。ライトをつけてくれ。おいおい、そうそう、いよいよだね。おい、ワン、ツー、スリー、始まりそうですか。バケーションジャンボはようこそ。昔キャンプで着た T シャツとまだ着れるでしょう。さてみんな準備はいいかな。いいぞ。痛いから文句あんの。ヘイルーファース、スイッチ入れとくれ。おお、ロープだけ今すぐ旅に出よう。いつもだけまだ見ぬ街目指そう。初めての出会いも止め、どこにいるの、早く来てよ。私だけの恋人、今日も一人ぼっち。So I just tell my heart, my achy breaking heart, I can't hide it, 辛くないわ、かわいそうだ。タコツボにハマった僕を助けてくれたのが君だった。初めて会ったその時から。行かないさ、だって君が吸い付くから僕は逃げられない。僕はバリー、バリーバブルスユーラShow time! Get back! 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 Get back!
こに打って歌おう。ギュタン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 、サイズちゃんたちに聞くぜ。ギュゴー、どんな時も僕らはみんなを待っているバケーション。最高すぎる、楽しかった。バケーションジャンボリー最高。ここにカントリーベアシアター大好きな方をゲストにお招きしました。最高じゃなかった？最高、ね、ループしたい。もう一回、もう一回よ。でもすぐ行けなくても絶対今日もう一回乗ろう。ねえ、最高すぎた。おじさん最高だった。最高。めっちゃ可愛かった。最高。あ、超楽しかったんだけど、ね、大和さん、どれだっけ、今だけしかない。だらだら、信じがたいぐらいいい天気が外に広がっている。信じがたい。おでぶ鏡ね。すごい日差しが広がってる。ペコスビルカフェ、あ、ジャンボリーシアターから出てペコスビルカフェの方に来たらほとんど誰もいません。何売ってるのかなと思ったらハーモニーグロスティーが売ってるから、これハーモニーグロスティー飲みましょう。せっかくだから誰もいないのでハーモニーグロスティーを買ってみたいと思います。これですね、ハーモニーグロスティー。あ、このマップの新しいスーベニアも置いてある。モバイルオーダーは今ペコスビルカフェやってないので、購入できるレジは2番レジだけです。フロスティー買う。え、フロスティーみんなに1個にする？他に穴開けたいね。一緒に1個にしよう。あ、いいよいいよ。ちなみに営業時間は10時から8時までです。これからお召し上がりください。ありがとうございます。あ、結局買うの あれ意思疎通できてなかった。ハーモニーフロスティーさん、外がめちゃめちゃ凍ってるわ。もんでストローは蓋を外してストローさせてくださいっておっしゃってました。はい、はい、買ってしばらく、あ、やば、初めて今触ったんだけど、カチカチだ。あ、レモン風味だ、ちゃんと上。レモン風味じゃなかったら怖いぐらい着色料みたいな黄色してるもん。レモンもこんな色してない。もんで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 。うん。このなんか地層の研究みたいにしてさ、これもんでもんでしてよ。もんでもんで、色が違うもん。もんでもんでして、ちょっと待ってね。この地層みたいにして吸うのがうまい。うちもうぐっちゃぐちゃだ。すごい。でもそれが正しい食べ方で、地球みたいな。確かに。レモンでしていい？レモンで、あ、これはなかなか揉めないぐらい。シェイブアイスより硬い。あ、ストローおしゃれだ。ストローおしゃれ。これダメだ、すぐ食べれないよ。ちょっとペモこの感じで食べていい？うん。うん。うん。
この暑さ一瞬で溶けてきますね。なんか溶けて全然飲めない、溶けずに飲めないかなと思ったんですけど、5分もあればもうこんなぐらい溶けてます。レモンクリーム美味しい。あれの黄色いクリーム美味しいね。美味しい。このいるほどなんかとんでもないぐらい酸っぱいわけじゃないし、ただすっごい甘いまあ甘いね、うん、でも美味しい、美味しい。アイスクリームって感じ。飲み物じゃない、うん。はい、ではペコスビルカフェでハーモニーフロスティーで食べね、ちょっと休憩いたしましたので、あと10分もないぐらいでベイマックスのミッションクールダウンが始まるので鑑賞スポットに移動したいと思います。あ、滝、ミストミスト、ミストミストだ。うわー気持ちいい、気持ちいい。アドベンチャーガラガラやん、ガラガラやん、ね、ガラガラだ。ジャングルクルーズ乗りたいね。ソフトクリームが売ってるトロピカルジュースバー、スクエア、スクエジュース、トロピカルジュースバー、暑いからめちゃくちゃ並んでるかなと思ったんですけど、ワゴンのアイスより並んでないです。あ、その分お値段も結構いたします。かわいい。新発売になったチップとデールマンがあるボイラールームバイツがなんとなんとなんと誰も並んでないです。最高、ビールもあるのに。パレード終わったら来ます。パレード終わったら食べようぜ。食べよう食べよう。ガゼーボでビール買っちゃいました。なんかみんなは濡れるところに行くらしいので、私はこの荷物の番をするために、てか私は濡れたくないのでここから見ます。このねパラソルがあるから日陰で見れる場所があるので、ここから高みの見物をしたいと思います。あともう5分ぐらいで始まるでしょ。あと5分もないぐらいで始まるそうなんですが、全然最前は空いてますね。ではみんなは濡れる場所に行ってらっしゃい。あ、行ってきます。私はこっから濡れずにビール飲みながら見てるわ。行ってらっしゃい。行ってきます。私濡れたくなったら3回目もあるし。あ、そうね。うん。行ってらっしゃい。あ、風が吹いて気持ちいいよ。行ってらっしゃい。みんなが濡れに行ったパラソルの下で、私はこんな感じで高みの見物しております。うわー、めっちゃ水出てるわ。いやー、こういうの見ると濡れたくなるな。でも今が2回目のパレードで、一応チャンスはもう1個や、もう1回あるんですけど、なんで一応って言ってるかというと、3回目が終わった後は日が陰ってきて、乾くのに時間が来てかかって臭くなるのが嫌だなと思ってちょっとためらってるんですが、これは水をかぶりたいですね。素敵です。おー、水だー。フロートはすぐそこまで来てます。ダララ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 ラ。ここはパラソルがあって日陰だし最高。ラララララ。ポップコーンワゴンのすぐ近くです。濡れないしけど、濡れたくないけどパレード見たいっていう方はここ上にじゃーん、パラソルがあって最適ですよ。じゃんじゃんじゃん、もちろん飲みながら見れます。誰もいません。
テク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 。チップとデールマン買いました。ボイラールームバイツは待ちなしでございましたね。チャラララン、じゃん。左のチップの方がトマトチキンみたいなやつで、右がさつまいもの方です。でもね、これね、暑いの。ありがたいことにあったかいの。あったかい、ヤムチャで、ちょっと気が引けてます、今。とんでもなく暑いんで。でもいただいてみたいと思います。ね、半分こしない、これ。1個食べたらちょっともう熱中症になっちゃいそう。開けた。ビールも買いました。じゃあトマトチキンの方を中身割ってみせましょうか。お願いしていいですか。涼しいところで食べたらまた違うんだろうけどね。日向を探してた。めっちゃさつまいも。めっちゃさつまいも。すごい。5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground.